さてヤンキーよ、今日のお題はこれだ。武士や将軍の趣味について教えてやるぞ。大昔の趣味か、なんか狩りとか囲碁とかやってるイメージだな。一般的にはそんな感じのたしなみが主流だが、中にはかなり尖った趣味を持つ者もいる。俺の趣味は綺麗に蓋を剥がしたヤクルトを集めることだぜ。地味すぎる。ヤンキーのくせに地味すぎる。だが徳川家康も将軍とは思えないほどはちゃめちゃ地味な趣味を持っていた。マジか、将軍の趣味っつったらド派手でゴージャスなもんを思い浮かべるがな。なんと家康は趣味の一環で薬の調合をしていた。嘘だろ、将軍自ら薬を調合するのか？なんでそんなことするようになったんだ？家康は昔から天下を取るために少しでも長生きしようと思っていたんだ。そのため常日頃健康に気遣い自身の管理を徹底した。立派すぎるぜ。俺が将軍になったら毎日贅沢三昧しちゃうぜ。普通はそうだな。だが家康は麦飯や煮物といった質素な食事を心がけ、乗馬や水泳といった運動も欠かさず健康に気遣っていた。その一環として自分で薬を調合して服用するようにもなったんだ。現代人もびっくりの健康オタクだな。自分で薬を作るなんて前代未聞すぎる。家康の薬の知識は相当なものである。ひ孫の家光が大病を患ったんだが、優秀な医師が見ても一向に治まる気配がなかった。だが家康の処方した薬を使ったらすぐさま回復したとの言い伝えがある。マジかよ、もうプロの域に達してるじゃねえか。うむ、家康の薬の知識はプロかおまけだった。後に家康は将軍職を息子に譲り、静岡の駿府城へと移り住むが、なんとそこに薬草園を作り100種類もの薬草を育てるようにまでなった。薬草畑まで作ったのか、もう趣味の領域を超えてるぞ。ああ、駿府500園と呼ばれば9月まで老中が交代で管理してた。晩年、家康が病で倒れてしまったんだが、お抱えの医師の言うことも聞かずに自らの薬を飲み続けたそうだ。そして、自分の薬を飲まないようにと家康に注意した医師がいたんだが、家康はその忠告に怒り、なんとその医師を島流しにした。それだけ薬に関しては自信があったってことか。だが医者からしたら厄介この上ないな。家康はその後病で死んでしまうが、おかげで当時は40歳くらいの寿命だが、家康は75歳まで長生きした。そりゃすごい、現代人もびっくりの健康志向だったな。ああ、慎重派である家康の人柄がわかる趣味の一節だな。強い武将ほど自分の体には気を使うということだろう。天下を取るために家康はあらゆる努力を惜しまなかったからな。天下人ってのは一味違うな。その家康ですら戦で勝てなかった武田信玄も健康にちなんだ趣味を持っていたぞ。ほう、一体どんなことしてたんだ？信玄は各地に温泉を所有していて、これをよく利用していたんだ。温泉マニアか、なかなかオツじゃねえか。観光で行ってたわけじゃないぞ。戦の疲れを効率よく癒すために利用していたんだ。本拠地の甲斐をはじめ信濃や駿河で専用の温泉地を保有していた。よくもまあそんなに温泉地を集めたものだな。当時は領土拡大の度に温泉地を増やし、兵士の保養に使っていた。早く傷を癒して次の戦ですぐに暴れ回ってほしいって魂胆か。ああ、また信玄は荒れ果てた温泉を利用しやすいように再開発もしたそうだ。そうした信玄の隠し湯は現在でもいくつか残っているぞ。マジかよ、ぜひとも行ってみてーぜ。特に山梨県にある小湯坊源泉館の大岩風呂が有名だな。上杉謙信との一騎打ちで受けた傷を、信玄はこの地で癒したと言い伝えられてる。ほう、なんともロマンに溢れた場所だな。ライバルである上杉謙信も温泉の効果に着目し、いくつか所有してたそうだ。当時から温泉ってのはありがたいもんだったのか。当時なだけにな。おっと。さてお次は室町時代の武将、赤松正則だ。知らない名前だな。どんな武将なんだ？赤松家は正則が生まれる前、第6代将軍足利義教を暗殺した。将軍を暗殺ってただごとじゃないな。そんなことしたら無事じゃ済まないだろ。当然赤松家は幕府に滅ぼされてしまうが、家臣の努力によって最高までこぎつけることができた。まあ、将軍の義教は気に食わない人物をすぐに殺してしまう暴君だからな。当時の赤松家当主はやむを得ずやってしまったところもある。で、再興した赤松家の当主が正則ってわけか。そうだ、そして正則は苦労の末赤松家を再び名家へと押し上げ、全盛期に導いた。相当な苦労人だったんだな。そんな正則は猿楽の大ファンで知られていたが、もう一つ一風変わった趣味を持っていた。なんだ？自分の鼻毛でも集めてたか？それは夏目漱石だ。正則は刀を自分で作るという相当珍しい趣味を持った武将だった。すごすぎる趣味だ。普通の仕事より大変だろそれ。ああ、重労働だし並の知識では到底刀作りなんて不可能だ。だが正則は名工を長船宗光に指示しており、その腕は確かなものだった。
作った刀は主に家臣や交流のある人物に送ったらしい。生かした当主だ。そんなもんもらっちまったら一生ついていくぜ。ああ、受け取ったものは忠誠心爆上がりだろうな。作った刀は10作以上あるとされ、名刀として受け継がれているものもあるくらいだ。正則は趣味も仕事も全力を尽くす武将だったんだな。そうだな。だが仕事そっちのけで趣味に没頭した人物も存在するぞ。そいつの本業はよっぽど暇だったのか？暇どころではない。室町幕府の将軍だ。まさかの将軍が趣味に没頭しちゃったのか。ああ、その名も室町幕府第8代将軍の足利義政だ。あろうことか政務そっちのけで義政は趣味に没頭してしまった。何にそんなにお熱になっていたんだ？好みの庭園や建物を作ったり、和歌を詠んだり茶道や華道をたしなんだりといった感じだ。随分と華やかな暮らししてるじゃねえか。政治ほったらかして問題はなかったのか？問題終わりに決まってるだろ。天皇に馬畜そう怒られた上、11年も続く内乱を引き起こし京都は瓦礫の山と化した。しくじり先生もびっくり。就任当初の義政はしっかりと政治を行うつもりでいたが、周囲の激しい介入によってだんだんと人任せになっていった。だが、趣味に関しては自分の感性を貫き通したんだ。嫌いじゃないぜそんなやつ。そして義政は感性を分かち合える者と積極的に交流を深め、貧しい出身の庭師や落ちぶれた農薬者にも積極的に援助し、世の脚光を浴びさせた。民への援助もしてあげて。こうして侘び錆を基調とした東山文化が義政を中心に形成され、現在まで続く日本の文化の礎となったんだ。趣味もそこまで行くと大したもんだな。この侘び錆を基調とした芸術の数々は世界も認めるほどだ。ついには集大成とも言える銀閣寺を作り上げるが完成前に義政は亡くなってしまった。銀閣寺ってすげえ有名なやつだな。あれ義政が作ったのか。そうだ、将軍という身分でなければ彼は文化人として名を馳せてたと言われている。随分と変わった将軍がいたもんだな。今じゃ考えられねえぜ。ああ、まさに趣味に命を捧げた人物と言えよう。お次は料理に類まれなる才能を発揮した武将を紹介するぞ。今度は料理か。武将って料理なんてするのか？中にはいるな。武田信玄は宝刀を陣中食として開発したと言われてる。ほえー、戦は食わないとやってけないからか。その武将は一体誰なんだ？独眼竜として名高い伊達政宗だ。料理に対して凄まじいこだわりを持っていた。朝起きて小部屋にこもり、その日食べる献立を考えていたほどだ。本格派すぎる。料理は心というグルメ漫画でおなじみのフレーズも政宗は当時から実践していた。江戸幕府三代目将軍徳川家光を接待した際には、政宗自ら包丁を握り50品目に及ぶフルコース料理を振る舞ったそうだ。将軍に自分の手料理を振る舞うのか。すげえな。義満は政宗を敬い、政宗が死んだ際には江戸全体に喪に服すよう命じたほどだ。さらに新しい食の開発も積極的に行っている。まずは美味しくて腐りにくい仙台味噌だな。朝鮮出兵時の船旅でも問題なく食べれたそうだ。仙台味噌ってスーパーとかで売ってるやつか。政宗が考案したんだな。そしてずんだ餅だ。これも政宗が関係したと言われている。スイーツまで作れるのかおされ。有名な伊達巻も政宗が好んで食べてたからそのように呼ばれるようになった。さらに政宗は仙台の田畑の開墾や産業の発展にも貢献したんだ。仙台の米生産量は大きく飛躍し、江戸で流通する米の3分の1が仙台産となった。どうだ、伊達政宗のこだわりは時代を超え現代にもその足跡を残し続けている。尊敬するぜ、そこまでいろんなことに情熱を注ぎ続けたなんてな。俺ももっと綺麗にヤクルトの蓋を剥がせるように鍛錬しないと。ああ、頑張れ。お次は岡貞俊という武将のかなり理解不能な趣味を紹介するぞ。岡貞俊？また知らない武将が出てきたな。正直かなりのマイナー武将だな。だがあまりにも強烈な趣味でその名が一部に知れ渡っている。一体どんな趣味なんだ？気になるぜ。なんと蓄えた金を床に敷き詰めて裸で寝転がるという謎の一面があった。なんでそんなことするんだ？理由は不明だ。金が好きだったからといえばそうなるが、しかし金に悪どかったりケチというわけでもなかったらしい。謎すぎる。どんな武士か気になるぜ。上杉家に仕えていたが普通に優秀な人物だと言われている。部下思いで忠義にも扱ったそうだ。また熱心なキリシタンできちんと寄付もしていた。かなりまともな人物だな。大勢に金を貸していたが無理な取り立てはせずに自ら借用書を燃やしたりもした。金に興味あるのかないのかよくわからん武将だな。その生涯の多くは語られてないが、財テクに大きく特化した人物と言われている。金の使い方を心得てる感じか。俺も真似して金の上に寝転がってみようかな。ああ、もしかしたら金運に恵まれるご利益があるかもな。最後は江戸幕府15代目将軍徳川慶喜だ。
江戸最後の将軍か、一体どんな趣味にハマってたんだ？カメラだな。カメラ、なんか普通だな。当時のカメラは超高級品で持ってる人間はほんの一握りだぞ。吉野部は将軍職辞任後は隠居して静かに暮らしていたが、写真撮影の魅力にだんだんと引き込まれていった。ついには写真スタジオで技術を学び始める。じゃあ相当な腕前だったのか？いや、写真雑誌に投稿したが評判はいまいちだった。泣けるな。それでもカメラへの情熱を絶やさず、自らの足で街へ赴きシャッターを切っていたそうだ。その写真の数々は現在まで保管され当時の貴重な資料とされている。被写体の中には戊辰戦争で戦った人物に由来するものもあったそうだ。そうか、いろんなものをカメラに収めてたんだな。吉野部のカメラ好きが影響したかは不明だが、なんと吉野部のひ孫さんはプロカメラマンとして活躍するようになったんだ。情熱が引き継がれていったのか、熱い話だぜ。ちなみに吉野部の写真集が販売されており現在でも見ることができるぞ。気になったのなら要チェックだ。日本最後の将軍が撮った写真か、感慨深いものがあるな。といったところで今日の話は終わりだな。どうだ？なかなか面白い話だっただろ？ああ、意外な話がたくさん聞けたぜ。調べてみないとわからないことがまだまだいっぱいあるもんなんだな。まだまだ変わった趣味を持つ人物は数多くいるが、また次回にでも教えてやる。俺ももっといろいろと趣味を持ちたいぜ。いいことだ。人生突っ走るだけじゃないからな。よし、まずは綺麗に割れた割り箸集めからでも始めるか。頑張るぞ。地味すぎる。